天気になれ、そして恋姫、これが完全なるオリジナルですね。そして2曲がカバーとなっております。夫婦全体と、あとは甘い色の髪の乙女。そうなんです。あ、皆さんお手元に CD、 あ、違う、アルバムございますか？アルバムある？ちょっと見てみて。出すの大変だっていうのは、別にこのポスターでもいいんですけれども、今回ですよ、この撮影は、今まではね、あの曲ができてから それをかけながらイメージして表情作りしたり、ポージングしたりっていうのが、私の撮影流だったんですけれども、今回はもう撮影が先だったんです。そうなんですよ。だからもうはっちゃけてる工藤もあれば、ちょっと大人っぽい工藤もあって、アルバムのねジャケットの後ろ側なんか、これ誰って言われるんですか、これ同じ人なんですけども。そしてね、今回全部の服、私服です。私服なんですよね。デビュー曲の時思い出してください。島村さんの780円の服を着て、これがジャケット写真になったんです、言ってましたけれども、今着ているこちらの白いワイシャツも、見方によれば3万円ぐらいに見えるかもしれませんが、これも GU でございます。この下の赤い方はですね、もっともっといいお値段しましたけれども、本当に、なんだろうな、ファッション、いろんな格好をするのが楽しくなりました。デビューから比べると10キロぐらい、落ちてね、サイズも、L とかだったんですけど、男性もの あのズボンだと O も入らなかったんですけど、最近は7号上入って、で下の方はね大体L、まだ関心は L ぐらいだと入るようになりましたね。そうなんですよ。